前回海の上にジャンクションを作り、大都市の中央通り沿いには高密度商業地を建てましたよと。これであらかたね、大都市は作り終えたかなと。まだまだ駅前の装飾とか細かいとこ残っておりますが、とりあえずはねというところ。次はこの大都市と結ぶ公共交通機関を充実させていこうと思います。さて、何の交通機関使おうかな。まずはこの大都市と農村をつなぐ交通機関を作っていきましょうと。まだね、農村からこの大都市に行くためには、車で行くか、あとは学園都市にまず路面電車で行ってから電車乗るか、あとは始まりの町の駅まで路面電車に乗ってまた電車で行くかぐらいしかないのでね、直接行く交通機関がないと。それを今回作ってあげましょう。まあここはそんなに人は多く移動しないと思いますので、路面電車を引っ張ってあげてつなごうかな。ただここをこうまっすぐ行って直接つなぐだけだと少しつまらないので、ちょうど何作ろうか迷ってた、余ってた土地があるんで、ここを経由して農村まで引っ張ろうかな。うん、島の端っこだから中密度住宅地でも建ててあげようかな。久しぶりに一番狭い道でごちゃごちゃっとした区画にしてみようかな。まあこんなもんかな。で、真ん中に路面電車の線路を通してあると。で、駅は分かりやすいようにバス専用レーンのオレンジ色で塗ってありますと。よし、あとは路面電車の線路をつないでいこう。高速道路の下をうまくくぐるように引っ張っていって、で、農村側からも引っ張っていくと。ここの畑と高速道路のちょうど間をうまくすり抜けるように引いていきましょう。最後に線路の形を整えて、これでいいかな。これで路面電車の線路はつながりましたので、農村の町の中央部分、ちょうど他の路面電車の駅が集中しているこの辺に駅を作りまして、最後に路線を設定してあげましょう。一応ちゃんと動いてるか確認していこうかな。まず大都市の駅前、海を渡って新しく作った中規模住宅街の駅を越えて、また海に出て高速道路の下をくぐって、畑の横を高速道路で並行しながら進んでいって、農村の町にこっから入っていくと。うん、大丈夫そうですね。よし、これで路面電車の方は OK ですね。次に行きましょう。次はですね、この大都市とここの工業地帯ですね。だいぶ前に作った工業地帯、ここをダイレクトにつなぎましょう。今のままですと、この町にいる人は一旦電車乗って学園都市を経由して始まりの町の駅まで行って、でそこから路面電車あバスでここまで行かなくちゃいけない。結構遠回りなんですよね。あとはね、もうダイレクトで車で行くしか方法がないので、ここをね、直通で結ぶ何かを作りましょう。まあ公共交通機関でまだ使ってないというと、うん、地下鉄、これを使おうかな。まずはこちら、地下鉄の車両基地を作りましょう。まあ普通の鉄道の車両基地があるので、その横にこの辺に作ってあげようかな。よし、アップグレードも済ませましたよと。これで地下鉄の線路と駅が作れるようになった。まずは大都市の方から駅作っていきましょう。
はい、こちら大都市の駅前ですが、どこに作ろうかな。鉄道駅がこう横に置いてあるから、こう縦に作ろうかな。で、駅2種類ありまして、地上駅と地下の駅がある。まあこっちは地上の駅を作ろうかな。うん、こんな感じ。アップグレードもしちゃいましょうと。よし、あとはじゃあ線路をつないでいこう。線路は鉄道と並行するように伸ばしていこうかな。で、高さ10メートルに上げて海の端っこまで引っ張りまして、で、海を渡るように陸橋をかけると。で、高速道路をまたぎまして、地下20メートルに潜ります。で、山を越えて、で、ここからまた上に出して操車場とつなぐと。で、操車場の線路もここのメインの線路につないでいきましょう。めちゃくちゃ数いっぱいあるんだこれ。まあ、全部つながなくてもいいんですけど、まあ見栄え的につなぎたい。で、逆側も線路引っ張って、また20メートル地下に潜らせると。で、こっちの線路もつなげとくと。よし、こんなもんかな。で、あとはこの地下20メートル潜った線路を工業地帯に伸ばしていくと。この辺でいいかな。今度は工業地側の駅を作ろう。今ここにバスターミナルがあって、ここに路面電車のターミナルがある。そしたらその上の区画あたりに作ろうかな。よし、こんな感じ。こちらは地下駅にしてみましたよと。こっちはね、スペース取らないんで、工業地側はこれでいきましょう。もういろんなもん立っちゃってるからね。うん、よし、あとはじゃあ歩道橋とか少し整備しようかな。よし、まあこんなもんかな。軽くちょっと小物で飾り付けしてあげましたよと。まあ、この地下鉄の前で少し軽食とか休憩ができるようにしてあげましたよと。あとはアップグレードもしちゃおうかな。こっちも地上では見えないですが、レストランとか売店が地下にくっつくと感じですね。よし、あとは地下鉄の線路をつないじゃいましょう。また地下20メートルで線路を引っ張って、うん、ちょっとカックンってならないようにうまくカーブさせようかな。よし、こんなもんかな。よし、これでつながりましたよと。あとはまた路線設定してあげましょう。よし、路線設定も OK と。まあ、地下鉄の動作確認は地下走ってばっかりなんで私やっておきます。よし、じゃあ一服しながら駅の風景でも眺めようかな。こちらは大都市の駅前ですね。うん、たくさんの人に使ってもらえてる。工業地帯の方はどうだろう。おおお、こちらはすごい人だな。よしよし、地下鉄はこんな感じででしょう。それでは次行きましょうか。よし、次は物流を整理しましょう。今ね、ここの工業地で作った商品をこの大都市の高密度商業区で売ってるわけなんですけども、もう全部ねトラックで運んでるんですよ、こっち側まで、こうずーっと。なので、それを少しね改善しましょう。貨物列車の駅を大都市側にも作って、この港にも貨物駅くっついてますんで、こことここを結んで物を鉄道で運ばせましょう。ちょうどこの大駐車場のこの下のエリア空いてますんで、ここに貨物駅を作っていきましょう。まずは適当に道路を引きまして、こんな感じかな。で、貨物駅をドンと置いちゃうと。で、もうアップグレードもやっちゃいましょうね。うん、で、ここの貨物駅を囲むように道路を引きまして、で、それぞれの交差点信号を消したりレーンを整えたりすると。こんなもんかな。うん、で、あと入り口のとこなんですけども、まあ一方通行にしましたよと。で、あとはね、結構ね貨物駅の前混むんで、道路を延長してあげましょう。こんなぐにゃ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 っと貨物駅に行ってもらうと。あとは貨物駅と
既存の線路をつないであげましょうかね。うん、高速道路をまたがせてこんな感じのカーブでいいかな。で最後に空いている土地にタクシー会社をたくさん建ててあげると。タクシー会社足りないんだもん。よし、こんなもんかな。路線設定もしてありました。よし、まあ動かしてみるのは後で確認しようかな。その前にね、もう一仕事やりたいことがあるので、そっちやっていきましょう。こちらの工業地帯に高速道路のジャンクションを作りたいと思います。まあなぜかというと、この工業地帯に入るためにはここのジャンクションを使って始まりの町のど真ん中を通って行かなくちゃいけないんですね。なんでここが混むんですよ。最初の方に作った始まりの町の入り口、このラウンドアバウトのところですね。まあここバス通りにもなってるんで、ピークタイムになると結構混んじゃうんですね。まあ貨物駅も作ったので少しは解消されると思いますが、まあ、根本的に工業地帯にジャンクションを作ってあげればさらに効率よく車回ってきますんで、サクッと作っちゃいましょう。今回作るジャンクションは前回作った海の上のジャンクションみたいにどでかいのは作りません。もう工業地帯ある程度区画が作ってあって、中も建物建っちゃってますからね、まあ、これをできるだけ潰さずにうまく作っていきたいなと思います。まあ、そのためにはこの区画の道路の上に高速道路を通してあげましょうと。高さ10メートルでこの道路の上に高速道路を引っ張っていって、でできるだけマスを潰さないようにこんな感じで下ろしてあげてつなげてあげると、うん、これでマス潰れてないね、大丈夫だね。で元ある高速道路とつないでいきましょうと。ここは左側車線からしか入れない、出れないように作っていきますと。一方通行の方向を整えて、交差点のところも逆側車線に行かないように調整します。よし、こんなもんかな。それでは逆側も作りましょう。逆側はこの辺でいいかな。じゃあこちら側も道路の上に高速道路を引っ張っていくと。こちら側は結構交通量多くなりそうなので、ちょっと距離を稼ごうかな。ぐるっとこの一区画を回るように伸ばしてあげよう。で角をカーブになるようにこうやってつなげていくと。で建物を潰してここから下ろしたいんですけど、バス停があるんでバス停をちょっとずらしまして、でここに下ろして出入り口を作ると。であとはもともとある高速道路とさっきと同じようにつないでいきましょうと。なるべく建物が潰れないように、まあちょっと急なカーブだけどいいかな、こんな感じで。さあできましたんで早速動かしてみましょうかと。うん、スムーズに動いてくれてるかな。できるだけね、建物潰さずにうまくできたんじゃないでしょうか。うん、こちらはそもそもあんまり使われてないかな、まだ。まあ工業地帯の端っこの方に作っちゃったからっていうのもあるかもしれませんが、まあもう少し時間が経てばもっと利用者が増えるかな。でもこんな感じだったら渋滞はしなさそうですね。よしよし、あとは貨物列車も確認しとこう。うん、貨物列車が運んできましたね。うん、うまく機能していそうだ。思ったよりでも貨物駅の周り渋滞しなさそうだな。全然車が入ってこないわ。まあもうちょっと時間経たないとダメかな。さあ今日はこんなところですかね。大都市と農村を路面電車でつなぎ、ここの工業地帯と大都市を地下鉄でつなぐ、そんでもって物流の方も貨物駅を大都市のところに作って、こちらの工業地帯から飛んでいってると。でついでに高速道路の出入り口を工業地帯の方にも作ってあげましたよと。結構やったな。結構やりました。これ大変でした。はい。
それでは今回の動画で少しでもまったりできましたよと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。